失礼します。はい、チーズ。ありがとうございます。じゃあ帰ろうか。あ、総裁総裁、皆さんこんばんみ。早速ドカーンとリクエスト。真心ブラザーズ、ドカーン。カメラがなんか暗いですね。あ、多分ね、僕が暗いからじゃないか。真っ黒になっちゃった。え、嘘。はい、ユースト、ツイキャスの方ですね。嘘、ツイキャスこっちはね、出てますけどね。うん、総裁、どんなでしょう。カメラ、ツイキャス、ちゃんと映ってますでしょうか。映ってんじゃない、こうやった。とりあえず、10分前切りましたので、はい、一回、オープニングいきますね。5秒前。時刻は10時を回りました。ちょっとストリームのお時間です。お相手はユニット K のカント、ターキーとミキサーのキャンです。お願いします。よろしくお願いします。本日のお題は邦楽&洋楽の元気勇気ソング、うん、ということで、はい、先週ね、進撃のめいちゃんさんからそうですね、ご提案いただきました。こちらのテーマとなっております。なので、皆さんからのリクエストお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。お願いします。この番組はですね、皆様から、毎週のお題に沿ったリクエストを募集して、その曲をかけていく、うん、まあたまにねない曲もありますので、はい、その場合は、ね、別の曲をまたお願いしますということで、お願いするんですけれども、かけてできる限りかけていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。そして番組の最後にはですね、今週のリクエスト賞ということで、リクエストいただいた方の中からお一人ですね、選ばせていただいて、でそれをですね、焦点の座布団みたいに積み重ねていきまして、うん、10ポイント貯まると、旅行券3万円分の旅行券、すごいよね、もしくは、はい、同じく3万円分の、うん、ビザの、商品券、ね、はい、こちら、どちらかを選んでいただける権利が獲得できるという素晴らしい、こ大変なことですね、うん、はい、ですので皆さん、リクエスト、メッセージお待ちしております。それではですね、今週のミュージックバー F のライブ情報をお伝えいたします。まず本日火曜日、イヨコライブ、EYOKO、ね、で、うん、イヨコと読みます。エヨコじゃないですよ、イヨコ、イヨコですよ。イヨコですね、ね、イヨコライブ、多分ですね、今ちょうどステージ中盤から後半に差し掛かったところかなと思いますけれども、そうですね、彼女のライブはですね、4月3日那覇の、アルテ崎山さん、そして4月11日にはまた、コザのジグザグさんでもね、はい、ありますので、ぜひぜひ、興味のある方、いらしてみてください。そして、今週木曜日は比嘉義弘木曜定期ライブ、オープン21時ライブスタート21時30分ライブチャージ500円となっております。そして金曜日はですね、ルツミライブ、こちらもオープン21時ライブスタート21時30分ライブチャージ500円です。そしてですね、今週土曜日はミュージックバー F の8周年の周年祭、はい、ということになっております。ですね、会費がね、多分2500円ぐらいだと思います。毎年そうだからね、うん、毎年そうなんでね、ごめんなさい、覚えてないです。でも大体そんな感じです。、はい、オープンも大体8時ぐらいからです、はい、で終わるまでっていう感じで、されてますんでね、まあ周年祭の場合はね、いろんな県内で、ライブされてる方が遊びに来て、まあ3曲ぐらい、ね、オープンステージで ね、オープンステージでみんなでもう来た順番で歌って飲んで帰っていくっていう感じになりますんでね、興味のある方はぜひミュージックバー F の方に今週土曜日遊びにいらしてみてください。はい、ですね、うん、はい、では CM、 はい、ちょっとストリーム。この番組は株式会社チュラの光、アメク訪問介護センター
以上のスポンサーの提供でお送りいたします。もうブルガリさんも今日のリクエストは裸になりたい曲かな。今日もホテルからですか。皆さんリクエストお待ちしております。よろしくお願いします。ちょっと待ってください。この滝さん、DJ キャンディ君、こんばんは。今夜は捜査がいないのですね。そうなのです。先週はね、特番でした。この滝さん、キャンディ君、こんばんは。とかで、西島さやさんです、こんばんは。元気、勇気、本気。あ、いいですね。滝さん、リクエストよろしくお願いいたします。裸でポン、こんばんは。いいね。たけしみたいになってきます。ギャラリーからこんばんは。ガンさん、滝さん、キャンディさん、ね、リンの二さん、こちらのギャラリーに来ていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして先週最高視聴率突破、ね、ありがとうございます。先週2028でした、うん、ね、ね、さすが総裁。そうそうそう、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ今日も裸になるぞって、なんで。ね、リクエスト早くよ。ジャパネット裸。イオちゃん、総裁とブルガリさんいたら無敵だね。先週のゲストはやばかったね。アメプ公民海洋センター。あ、改めてこんばんは。今日のリクエストテーマ、元気勇気ソング特集ですか。ですよ。めいちゃさん、よろしくお願いします。今日は犬小屋からリクエスト送ります。マジか、元気勇気元気って違うやん。はい、では10秒前です。皆さんリクエストよろしくお願いします。ちょっとストリームをお送りしております。はい、はい、今日のテーマは、元気勇気が出る曲、はい、ということで、募集しております。ぜひぜひお送りください。あれ、なんかね、いつもあるやつがないな。まあいいや。こちらの番組はサイマル放送もやっております。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に、ラジオの放送と同じ放送を お楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。ということで、今週のテーマ、先ほどもお伝えしましたけれども、邦楽洋楽問わず、はい、元気勇気が出る曲ですね、ということで募集をしております。で早速ですね、メッセージいただいておりますので読ませていただいても大丈夫でしょうか。はい、お願いいたします。はい、こんばんは。カンさん、タッキーさん、ミキさんのキャンディーさん、はい、こんばんは。こんばんは、こんばんは。ちょっとストリームネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです。はい、さてお三人さん、今宵のリクエストテーマ、元気の出る曲かっこ応援ソング、水前寺清子さんのいつでも君は知ってます。聞いたらわかるかもしれないですね、うん、はい、この曲の歌詞は応援元気ソングにはぴったりではないでしょうか。実際、東日本、津波震災があった翌月に、この曲で励ましている画像が曲とともに YouTube にありますし、この曲1968年の発表ですが、歌い継がれてほしい素敵な曲です。あ、そうなんだ。よろしくお願いします。ということでリクエストをいただきました。キャンさん、いかがでしょう。はい、準備できておりますよ。はい、それではですね、今日もおかしな銀のトロンボーンさんからのリクエスト、水前寺清子さんでいつでも君はお聞きください。ラスキさん、水前寺清子の歌なんだ。もう本当に、うん、もう昔なんでしょ。そう、カバーしてるのかな、誰か。先週の放送は録画で見たにゃ。
何回も爆笑したにゃ、総裁が芸人さんにやるのかにゃ、一般人やっちゃうに一般人でないですよね。うん、うん、XJAPAN の紅リクエスト、中学の時初めて聞いて、なんて力強い曲なんだと衝撃を受けました。うん、何度聞いても飽きない曲なのでリクエストしました。さすがブルガリさん、ブルガリさんから紅来てました。僕が歌いましょうなんちゃってギター持ってきてちゃんと探しておきますのでお願いします。はい、進撃のめいちゃんさんからリクエストを送らせていただきました。はい、先週の総裁登場のやつは録音して聞きました一応くれないですね、ありはするんですけど、僕の端末に英語バージョンも入ってるんですよ。あ、いや、日本語バージョンでいこう、行きましょう。あのね、英語バージョンを聞き慣れてると、あの、知ってるといいんですけど、知らない人だとちょっと物足りない感じがするんですよね。なんかちょっと違うんですよね。そうそう、違うんですよね。歌詞も変わってますからね。そう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 、なんでこんな紅に関してねこだわるみたいな。そうそうそう、いつもそんなにこだわらんのに、うん、あ、でもね、こうやって語り継がれたい、ついでいきたい、うん、曲ってやっぱ、あ、いいですね、そういうのもね、うん、てん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 、え、キャンさん絶対に紅の真似しそう、しますよ内緒ですけど、しますよそう、いや、やっぱ紅の歌った方が一番あれですもんね、あの、カラオケ盛り上がりますもんね。そうしたところじゃないですか、やっぱね、はい、そうなんですよ。紅の歌言いたいそうね僕この後紅歌いに行かないといけないんですよタイガーがもしかしたら日テレに出るかもしれないって。え、そうなんですか、うん、いやー、なんか録画しないといけないとかなんとかで。あと20秒です。はい、吉田拓郎さんの元気です。うん、だからカバーなんですかね。ねえエクスポーズやりますか。やりますよ。はい、では間もなく、すいません、ということで、今日もおかしな銀のトロンボーンさんからのリクエスト、はい、水前寺清子さんの、元気です。元気、 いつでも君は、あ、違いましたね、はい、いつでも君は、はい、僕嘘つきましたね今ね、はい、失礼しましたでも聞いたことありますこれね。でもこれ水前寺清子さんだとは思わなかった。さすがですね、うん、素晴らしい、はい、まあ、このメールにね、ありましたけども、はい、語り継いでいってほしい曲っていうのね、うん、これもいつか特集したいですよね。だね、うん、やっぱりなんていうんですかね、まあ、昭和の時代から未だに歌われてる曲とかって結構いっぱいあるわけじゃないですか、はい、ね、まあ、そういう曲だったり隠れた名曲みたいなね、うんうん、これってすごくいい歌詞なんですよみたいなのもね、今後ちょっと特集していただき、いきたいと思いますので、ですよね、はい、皆さんちょっと頭の片隅に置いておいてください。さあ、続きまして、いろいろとねメッセージ来てます。どれから来ましょうかね。メッセージ次もう一つ読んでも大丈夫ですか、キャンさん。はい、お願いいたします。はい、カンさんとアキさん、キャンディーさん、こんばんは。こんばんは。先週は非常に明るい暗い曲がテーマの放送でしたね。そう、非常に明るかったですね。ね。もう総裁パワーでしたね。もう先週はね。打ち消すぞぐらい。もうどこが暗いんだぐらいの感じでしたけどね。今週は岡本真夜の Tomorrow をリクエストします。涙の数だけ強くなれるよの歌詞にとても励まされました。今では涙の数だけずぶとくなってしまった私ですが、どんな時でも明るく前向きに頑張っていきたいと思っています。それでは今日も最後まで楽しく拝聴させていただきます、ということで、ありがとうございます。ラス吉さんからいただきました。いかがでしょう。すいません、もう一つのメールを先に読んじゃってたので今ダウンロード中です。あ、はい、はい、あと数秒でいけると思います。あと数秒でいけます。はい、ちょっと持たせてください。はい、なんか喋って。あらそっちね、でもラスキツさんのもね、いつもね、読んでてプップって笑っちゃうんですよね、うん、
そんないつも内容のねメールを送っていただけるラスキシさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さ、それでは多分準備もうできていると思いますので。そうなのかな、大丈夫ですか、まだ もうちょいすいません、あの曲は一応ダウンロードしてるので、あと、そうですね、もう一曲別のから先に行きましょうか。あ、そうですね、じゃあね、あのね、じゃあラスキツさんの、ね、岡本麻也さん行く前にブルガリさんからのリクエストいかがでしょうか。くれないで、はい、はい、大丈夫です。それではですね、ブルガリさんから、中学の時初めて聴いて、なんて力強い曲なんだと衝撃を受けました。何度聴いても飽きない曲なのでリクエストしました、ということで、うん、X ジャパンの紅お聴きください。ケンさんごめんね。いえいえ、あの、メイちゃんさんのメールもあったので、うん、そっちも先にやっちゃって見落としてました。一応クロールをダウンロードできましたので開けましょう。はい、めちゃさん、めちゃさん、ちょっと待って、トゥモローのセッコーバーのトゥモローさんのパフュームドリームファイター、バンリースキマスイッチ、この夢を照らす光の向こうにチームアンガス、歌ってるやつがいる、どこ抜けた？あ、聞いてるでしょ。そう。パフュームなら、シェース。なんか英語版っぽいっすね。あ、嘘。普通に日本語版入れたつもりなんですけど。いや、あ、ちょっと待ってよ。多分大丈夫だと思う。ライブバージョンじゃない。ちょっといつもと違うね、流れが。あ、英語版っぽいね。っぽいですよね。あ、英語版だ。だから違うんだよ、あのドラマの入り方も。ですよね。うん、あの、くれないだけのタイトルだったんで大丈夫だと思って入れたんですけど、まさかの英語版でしたね。イングリッシュバージョン書いてほしいです。書いとかんとね。はい、わかんない。まさかの英語版、めったにないですよ。あの、自分英語版が入った、あの、英語版じゃなくて日本語版だと思って、うん、自分の端末にも英語版入れちゃって、うんうん、カラオケのコーナーに入れてるんですけど、うん、英語版聞き慣れてないから歌えないんですよ。英語版はね。あの、4曲あるんですけど。あ、マジ？聞きたいの。OK、OK。アンリからススマスイッチ、この闇を照らす光の向こうに、じゃないと追加それも入れないんですよ。終わらないと。あとにしますよ。うん。はい、試しましょう。何曲くれない？歌うまいやないかい。ありがとうございます。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。わ、あ、来週のテーマリバイバルソングとかはあって、アントニオ猪木、猪木ボンバイエ、これが一番元気出るやろって、これありました。今からですね。あ、はい、先週のあのテーマ笑いしかならん。沈む曲ですからね。うん、合格発表の日のザ・マクショーの七飯小僧のテーマをリクエストお願いします。この曲聴きながら夜中にドライブすると元気出ます。先週の中島みゆきのファイトこそ今週あえてリクエストしたくなる。もし先ほどリクエストした曲がなければ伊藤優奈、セリーヌ・ディオンのあなたがいる限り、あ、What do you believe in をリクエストします。日米のビーバー歌う応援ソングです。ディーバーでいいんですよ。どこ？ごめん。あ、これ、はいはいはい、2曲目ですね。はい、はい、フェアモーニングありました。あの、シュプリームさんがなければって言ったんですけど、最初のやつ、最初のやつがあったんで、でもし、可能であればこの2曲目のやつも
何かくれないミスターはくれない。なんか総裁それ D っぽくないですか。次が人気本番。これこそ頭もなくゲーム。Don't get up. They are born. 初期無線。あ、こっちだ。うん、Don't keep up. Fair Warning が歌ってるってことだね、これ。そうです、そうです。ね。イネキもありました。あ、ありがとうございます。多分大丈夫だと思います。了解。間違ってたら FM 機能のせいということで。おかしいでしょってタイトルで。そのままモードを繋ぎましょう。くれないの後のつもろ。うん。あ、こちらかちゃんさん、こんばんは。あ、いらっしゃい。ドゥリーズさんのワンテッドの意味ですよね。テーマ何ですか。元気が出る、勇気が出る曲です。なんかあの最初の低音があったから結構スムーズに繋がりましたね、これ。本日もキャン君に苦情のリクエストをどしどしお待ちしております。この間苦情のリ苦情来ました。はい。苦情ですか。はい、今のところないです。てか去年先週僕お休みしてるんで1週間ぶりの出勤なんですよ。あ、そうかそうか、あの、はい、あれから翌日から行ってますからね。そうですそうです。そうですよね。あ、そうですよね。だから遠足が水曜日、今日こっちに来たっていう。そうですそうです。本当は水曜日は、木曜日遠足さんが来る予定だったんですけど、うんうん、水曜日も急遽、あのサッポさんが出れないということで、おちょっと打ち合わせが入って、それで遠足さんが入ったらしいですね。あ、だってめぐちゃんも福岡かなんか言ってたでしょ。あ、そうなんですか。そうじゃないかも。なんかあの、なんだっけ、Facebook 見てたらそんな感じだったよ。はい。内緒ね。もう自分全然もう先週はだからもう弾丸日程だったんで正直 まだ疲れが取れてません。でもあれだね、すんごい目立つ格好して飛行機乗ってたでしょ。あ、はい、ね、めっちゃバレバレな感じで、あ、キャンさんやみたいな。出るどこの芸能人やって言われてね。なんか電車でめっちゃジロジロ見られました。あ、すいません、熊本バッテリー龍神正也さん、あのザ・マックショーの那覇半小僧のテーマなかったです。あ、正也さん、ごめんなさい、ありませんでした。また別の曲を、別の曲をリクエストいただけると。どうします、ファイト入れておきます。一応入れておいてください。キャ君は変なサングラスして飛行機に乗り上がって。ジョビの家。あ、でも帰りはすごい稀なことにあれでした。ありがたいことに富士山が綺麗に見れたんです。あ、本当に。写真撮りましたよ、飛行機から。はあ、なかなかね、なかなかないですよ ね綺麗に見れることって。そうなんですよ、飛行機から。そう、僕なんか飛行機乗った時にだいたい曇って雲いっぱいだから逆にその雲を撮りたい。めっちゃ綺麗や。雲が綺麗なんですね。じゃあ、雲綺麗だよね。小石かっちゃんさんからシンクロナイズドラブあるかなって来てますね。ちょっと待ってください、今全然追いついてない状態で。あ、失礼しました。ファイト後回しましましょうね、じゃあ。はい。うん、
曲が終わります。そしたらもうめいちゃんさんの言った方がいいですかね。そうですね。はい、なかったら騎士団ワンナイトカーニバル総裁はまたいつゲストで来るにゃ。あ、爆風スランプランナーリクエスト来ましたね。ということで、1曲目ブルガリさんからのリクエスト X ジャパンの紅、英語バージョンになってしまいました。申し訳ありません。でもよかった ね、まあ、ね、英語バージョン聞く機会なかなかないですから ね、よかったということにしてください。そして、2曲目、ラスキチさんからリクエストをいただきました、岡本真也さんのトモロー聞きいただきました。さあそしてですね、続いていきたいと思います。ですね、こちらメッセージいただいております。進撃のめいちゃんさんから、ビザの商品券リクエスト賞当選したいですね。生放送お疲れ様です。ちょっとストリームの皆さん、改めてこんばんは。こんばんみ。私が希望した元気ゆきソング、悩みに悩んだんですが、この3曲を選びました。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで進撃のめいちゃんさんからリクエスト来ております。まずはパフュームのドリームファイター、アンリープラススキマスイッチ、この闇を照らす光の向こうに、そして、チームアミューズレッツトライアゲン、そしてもう一曲、ラムワイヤー歩み、4曲来ておりますさあこの中からキャンさん、今日は何をお届けしましょう。そうですね、これはですね、僕も元気をちょっともらいたいのでPerfumeのドリームファイターを用意しています。はい、それではお聞きください。これからその CM 歌手ね、この曲好きなんですよPerfumeの中で一番好きです。メロディーが綺麗で、来週は裸でブルガリさんが来ていただきます。そうですよね、ブルガリさん先週出てくれるって言ってましたよね。うん、ね、はい、ブルガリさんお待ちしてますよ裸出たらブルガリ 100% ボイスでかっちゃんさんに女王リノイエのシンクロナイズラブはありました。ありました、ありました。ボイスでかっちゃんさん、女王リノイエシンクロナイズラブありました。わあ、拍手拍手拍手。大きなドベヒーを稼がなくてはまあそんな感じですよね。松井松井の全裸少年、あ、全裸少年全力少年のリクエストお願いします。流れてありがとうございますまさやさんいいっすね。もちろん全力少年はあります。まさやさんありました来週のゲストはブルガリさん、再来週のゲストはブラソエプロレスのマヤムキングさんついにマヤムキングさん登場ですよお、
でもね、来週ブルガリさんゲストですよ。お、すごいな、ね、これオンエアで発表したら大変なことありますよ。じゃあ向こうから行ってもらって、どこ行くよ、総裁の私が立ち去る。総裁すごいですね、もう。コーヒーを出すからラジオ出てみたいな。いいね。金はある、金はある。元気のデッド曲、ラフクースラムとランナー、ハイサイおじさん、広瀬香美、ロマンスの神様、ジンギスカン、ジンギスカン、いっぱい来た。ジンこれ、これですよね。等身通り。等身通り、さすがうちなんちゅうならでは等身通りいきましたね、うん、元気出ます ね間違いないです。もう踊っちゃうんだから。あ、カサタキさんはわしのキングの椅子用意しておいてね。了解。なんでやねん。うちなる、うちなる、うちなる。あ、ありますね。あらある、キングの、キングの椅子あります。あのゴールドのやつでしょ。そうそうそう、ちょっと背もたれてる。そうそうそう。ブルガリさん本当来てくれますか。持ってきちゃいますよ、キングの椅子を。キングの椅子を前向きのマスク用意しとくから。そう、総裁が用意したらダメでしょ。そのうち皆さんなんかゲストさんで出ちゃいそうです ね、うん、ね、もう銀の蛍さんとか、シグマスさんなんてもうあと一歩のところですからね。ね、うん、でこれで、ね、もう正和宮城さんまでね、うん、もうリアルにタイムキーパーされるみたいなね、現場に来て、うん、置きに行くのに費用が気になる。ホンマッチピンイコールギャップ、ピンイコール総裁、これは満式なんて。進撃のめいちゃんさん、ハッピーのドリンクライターお送りいたしました。コンティニューコインがその間に見事に消費されました。ありがとうございます。ありがとうございます。まさかのレスラー出演。だからね、ブルガリさん本当に、ね、遊びに来てほしいですよ。曲でオッケーさんの商品企画1万円出したら出したろ。ブルガリさんありがとうございます。強そうだ。強そうだね。めっちゃ強そうだ。ブルガキングね。もう絶対牛の角つけないとだ。絶対ね。あのキャンさんにあれやってほしいよ、ね。なんか実況やってほしいよ、ね。いいね。どうなの、実況とかもやったりするの？実況はあのユーザーがいますうち。ああ。でその方に誘われて僕が音響で入ったんです。ああ。だからもともと今までパソコンでポチポチ流してたのを自分が DJ スタイルに変えて DJ スタイルで曲回してるんです。ああ、でどんどん盛り上がってみたいな。さすがですね。いえいえ、ありがとうございます。ちなみにシュプリームさんが羨ましがる機材今日持ってきてますけど、ね、え、本当に。はい、ただ今日は使わないと思います。あ、そうなの。次は何行きます。はい、あ、一応 CM 開けましょう。開けてないでしょ。総裁の行きましょう。ちょっとストリームをお送りしております、はい。まあ、この番組はお題を決めて、はい、お題に沿った、リクエストを皆さんから募集してですね、はい、かけていくという番組でございますけれども、ね、今日もたくさん、リクエストメッセージいただいております、はい。まあ、この辺でですね、総裁からリクエストがありました。あれは曲というんでしょうか。曲ですね。まあ、一応曲ですよ、ね。はい、行ってみたいと思います。
費用を貯めて年内には沖縄行きたいですな。関西ロールショップウォーターキング得意技でそうそうお盆でポンすっげえここまでできてんな。介護の仕事やったらなかなか暇なくてね、行きたいんだけどね。そうですよね、介護はね。じゃあ今使っちゃいましょうか。あ、いいですね、裏で、ね、あれ、キャンさん、あの機材、今日は使わないの。シュプリームさん、Go DJ Pro をリスナープレゼント。おー仕事機材なので、さすがにそれは無理です著作権ないから流してしまえでおります。イエーイ、これいいですね。で実はこれスピーカー内蔵なんでね、これから出てるよね。はい、モニターができる上に低音も結構しっかりしてるんです、うんうん、すげえ。これリスナープレゼントの時に、あのプレゼントじゃねえや、あのリスナー賞の時にね、あの景品として景品で違いますよね。いやいやいや、音をね、あ、音を景品としてやったら大変なことじゃないですか僕泣きますよ、もうだからもう子供のおもちゃを取り上げて売ってくるお父さんみたいな感じですよねその原則からすると 100% 空き家ですよさっきのよ、うん、どうしたら今のうちじゃつなぎ変えとこうかな。でもいいと思いますよ。ダメです。対抗してこれも未知識な。変換を簡単に忘れてきました。それで。で、曲の間に今度の曲の間に取りに行くっていうこともできないことはないような気がしないでもない。確かにそうですね。ええ、まあいい。ちょっと取ってきましょう。これは確かに元気出ますよ、うん、まあ歌詞ないようなもんですけどね、入場テーマですから、うん、あ、リスナープレゼントは沖縄ゲノランのラジオ局招待とかは、あ、そうか、航空券3万円分、うん、早い。こんばんは、猪木さんだけど、あ、まさかそみやさん、今日いつもより早い、嬉しいですね。あ、人生送り番さん、お久しぶりです。林田ペーパーさん、こんばんはあ、ピンクですね赤ですねね、うん、俺ピンクだったら本当にヤバかった。あ、それいいね、ね、うん、あのね、リスナープレゼント沖縄ゲノランのラジオ局招待とか、ね、はいはいはい、この辺もね、いい ね、うん、招待もいいねってね、この辺ね、ちょっと総裁とね、うん、相談したいと思います。ケイジさん、いらっしゃい、ここは初見です、よろしくですということで、よろしくお願いいたします。ちょっとストリーム、ちょっとストリームっていう番組です、はい、毎週お題を決めて、リスナーの皆さんから曲のリクエストをいただいて、お題に沿った曲の リクエストをいただいて、まあ、最後にね、うん、あのリスナー賞抽選となります。皆さんお楽しみにしていただいております。ケイジさん、ポテリコインありがとうございます。ありがとうございます。すごい、今日、銀のおたるさん、今日ヨナディは寝てる。あ、本当だね、登場してないね、はい、あいつはまた潜ってますよ。潜ってるね、しかし外すごいよねえ、雨、雨ね、もう今あんま降ってないでしょ。今降ってない。これ何分あるんですか。あと20秒ぐらい。あ、20秒ぐらい。それに、ケイジさん、今日のお題は元気の出る歌、応援ソングですので、はい、ぜひリクエストお願いいたします。お願いします。はい、マイクます。はい、ということで総裁からのリクエスト、はい、猪木ボンバイエフルでお聞きいただきました。猪木ボンバイエ、ね、猪木ボンバイエ、はい、うん、まあね、キャンさんはもうね、なんかあの半分そっち仕事みたいなもんですからねまあそうです ね、 ね、はい、そのうちマスクつけて出てくるかもしれないし欲しいんですよ、ええ、いつか作ってくれないかなと思ってまあでも自分はやっぱり DJ としてやってるんで、顔出してた方がいいですからね、まあ
ですね、もう中身が分かっていながらマスクつけるっていうのもいいかもしれないですよ。まあまあまあ面白いとは思いますけど ね、はい、それもありだと思います。そんなキャンさん今日はめちゃくちゃ焼けております。そう痛いです。珍しいよね。おでこ痛いです。もうスタジオ来てね、最初にねパッとキャンさんの顔を見てね、顔全部やけどしたのかなと思うぐらい真っ赤なんですよ ね。もう本当にびっくりしましたけど、まああのなんていうの、日差しが強すぎたということでね、うん、運動会やってきたらしいですよ。いやもうそうなんです、ね、100メートル近く走らされました、ね、一等賞取ったんでしょ。あ一応、はい、リレーだったんですけど、うちのチームが優勝して、ね、はい、そう、その辺外さないキャンさんさすがですね、はい、よっしゃーっつってね。10メートル前に1位がいたんですけどね。2秒でぶち抜いてやりました。さすがですね。そこは譲れないと、これだけは譲れなかったんで、同年代には負けられないですね。さすがです。さあそんなキャンさんから次何いきましょう。そうですね、次今シュプリームさんからのリクエストソング、はい、まだおかけしてなかったと思うのでこちらいかがでしょうか、はい、あではですね、シュプリームさんから、はい、リクエストありました、Don't Give Up、お聞きください。この番組はちょっとだけストリップ今日はダメっぽ介護センターやばいね。そうさ、絶対違うでやばいでしょそれ。今日夜なんて言わねえって死にました。ディーは死にました。総裁、焼いたっていうよりは焼けたです ね。油断してました、うん、ひどく焼けてます。ひどく焼けてます。痛いです。おでこのあたりが、はい、人生送りバンドさん、うん、僕はまあ、マスクはですね、うん、まあ、確かに買うっていう手もあるんですけど、購入のやつじゃなくて、欲しいんです。作ってほしいな、うん、ちゃんとね、はい、いつか作ってもらえないかなちょっと期待してるところで、社長が向こうの社長が作ってくれるはずなんで、向こうの社長がね、はい、うん、おちゃん頑張ったなと、今日今回誕生プレゼントにあげるよと言ってもらえるように頑張ろうかな。でちゃんとこっちね、髪の毛も出せるような形でね。そうですね、うん、いいですね、だんだん目立つような感じで、ポトンにくくりつけて飛ばしたの。あーそうですね、今回はロドンです。あかんのですよ、あかんのですよ、面白すぎて笑ってまうわ。本物のお介護する。ね、リクエスト採用ありがとうございます。そのお専門のリクエストありがとうございます。キャン丸焼き。あーそういえば昼くらいの患者さんですね。うん、キャン急げ焼き。雨が強くなったってすごいな、もうみんな強くなってきてます、ね、皆さん思い思いのっていう感じですよね。もう本当に強くなってますね、うん、さっきまで、ね、まだこんな濡れてなかったのでね。そうだからさっきはね、ちょっと強くったりとかしてる。キャン最強焼き、もうついにつけられました。最強焼きね、美味しいですよ。本当、うん、全力少年ありますよね。はい、あります。大吉さんもリクエストお願いします。そう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 。来ませんよ、まだ。武田久美子のホタテの鯛の水煮で磯辺焼きして食べたいな。あと流してないのは、ポイズカッチャーさんの、はい、ジョーリの家。ジョーリの家。シンクロナイズドラブ。こちらもまだですね、2曲残ってます。ですね、リュウマサヤさんと、ジョーリノイエ、カッチャンさん、はい、どっち先行きましょうか。カッチャンさん先行きましょうか、色が来ましたから。あ、わかりました。久しぶりに聴いて鳥肌が立ちました。超高音が鳴るフレットのギターサウンドに鳥肌です。本当に、うん、ギターというか音楽大好きな方ですよね、シュプリームさん。総裁、放送できません。
怒られます。はい、じゃあマイクありますね。はい、ということで、シュプリームさんからリクエストありました、Don't Give Up、フェアウォーニングでしたね、はい、お聞きいただきました。さあ続きましてですね、恋するかっちゃんさんからリクエストがありました、ジョー・リノイエ、シンクロナイズドラブ、お聞きください。こっちが5分ぐらいですね。あ、はい、了解です。で次のスキマスイッチ全力少年も4分ぐらいです。もう11分なんだ。はい、早っ。キャン、しがらき焼き、焼き物、焼き物じゃないですか。キブエさん、想像したらダメです、それアウト。あ、来週のお題、銀のタレさんからの電話ありましたよね。ランナーは、来週のお題。ああ、え、嘘。リバイバル。あ、そっかそっか、リバイバル。リバイバルソングでしたっけ。リバイバルソング。なんて言ったらいいの。カバーソングとかですかね。カバーソング。カバーソング。リバイバルソング。ですよね。そう、カバーソングってことですよね。前やったのは実はこの人だったっけ。あの、そうです、実はカバーでしたっていう、はい、だからちょっと分かりづらいかなっていうカバーソングを。そうですね、はい、じゃあ来週はカバーソングでも大丈夫ですかね。あ、はい、ではリクエスト書の選考お願いしますということで、はい、了解。カバーソング、来週はキャバクラでよく歌う曲。あ、くれないでじゃん。またくれないかい。でもあのイントロからかっこいいよね。かっこいいですね。ねえ、あれはかっこいいですね。大好き。俺はマツコを焼いたらアワビのバター焼きになる言うたんやで。マツコを焼いたら焼く台がないじゃない。あ、そこから、うん、焼けない。いや、ていうかマツコ焼きたくない。怖い。真っ黒マツコ。うん。マツコ、まずは出たい。まずは、怖いから。なるほど、この曲か。なるほどって感じだよね。懐かしい、うん、僕たちからしたらあれですね、原田泰造しか浮かばないです。あー、本当にゴムとゴムか、本当にゴムとゴムなのかって。センターマン、センターマン。フィリピンに行けばマツコ頼まれって感じ。ねえ、あ、送りバントさんからケツメイシの桜をお願いします。はい、じゃあ、いやでも最後まで流しきれないですね。うーん、夏子やったらそれ行きましょうね。本当だけ、いや気持ち悪い。どうします、今日。あ、でも、あ、一応桜入れておきます。一応入れておいてください。この曲があと1分ですね。で、まさやさんのをもうそのままつなげて BGM から始めて、はい、送りバントさん、一応了解です。たまにはアーティストを一人限定してリクエスト募集もいいよね。ですね、そういうのもね、全然ね、やってみたいですよね。いつの間に、セリーヌディオン終われたな。みんなが思ったの全然違う人が困る。とりあえずじゃあ、あと30秒ぐらいなので、一回、前から読ましょうね。
はい、ということで、恋するかっちゃんさんからリクエストがありました。ジョーリの家シンクロナイズドラブ、お送りしております。さあ、ですね、今日も残すところも6分半となってしまいました。この辺で来週のお題なんですけれども、まずはですね、来週のお題、リバイバルソング、まあ、単純に言ってカバーソングですね、にしてみたいと思います。よろしくお願いしますね。まあ、いろんな、ね、人がカバーしている曲ありますので、そういう曲のリクエストをお願いしたいと思います。それからですね、リクエスト賞今発表しちゃいましょうか。どうしましょう、時間的にこの曲の次でも大丈夫かな。大丈夫ですよ。はい、ではですね、先にですね、熊本バッテン龍神正也さんからリクエストありました、スキマスイッチ全力少年お送りいたします。そこ北島さん風呂とかっつって、あ、バレた、ほとんど流せないみたいな。アーティスト一人ならミスチルね、ね、ほんなら来週歌手でやってるのは矢沢永吉特集。矢沢永吉はめっちゃいいね。矢沢永吉さんいいんですけど、うん、ちょっとデンジャーです、うん、この番組の前番組、その前の番組、2時間番組があるんですけど、お休みするとき結構矢沢永吉さんが特集で流すんですよ。あ、そうなんだ。被ると結構難しいと思うんで、多分様子見た方がいいかもしれないですね、もしやるんであれば。他の方からまず始めた方がいいかと思います。アーティスト特集なら一発屋は厳しいなって。これね、あの来週ですよ、はい、皆さん、やってほしいアーティストさん、うん、ね、うん、何人でも構いませんので、ね、うん、ちょっと準備しておいていただいてもよろしいでしょうか。はい、いいです ね、でちょっと登場が多かったところをやってみようかなと。ちなみに来週はリバイバル、はい、カバーソングということで、で再来週その特集をまずやってみたいと思います。つまり4月の一発目ですかね。4月の一発目になりますね。4月の一発目に、ちょっとアーティスト特集、はい、ね、うん、一発やとんがりキッズとかですね。帰ってこいよの人もそうだよね。そう、本当に帰ってこなかったみたいな。帰ってこなかったですね、うん、あとは何でしたっけ、一発屋、大事マンブラザーズバンドも結構、ね、一発屋的なところありますよね。そうですね、うん、真心ブラザーズなんかの方がまだちょっと細く長くな感じじゃないですか。はい、どっちかというとね。あ、前の番組的のはガルフの前のよく休みになるよね、2時間番組一緒。そうです、そうです。一発屋特集にしたらいい。あ、それもそうですね、それもありますよね。これ難しいな。いっぱい出てくると思いますよ、ね、一発屋だから基本的にはあるでしょうね。はい、ね、当ててるんで、ね、みんなが知ってるってことですからね、はい、知らなきゃ一発屋にもなりませんからね。そうですね、一発屋ってすごいな。はい、じゃああと30秒なのでマイクしますね。はい、ということで熊本バッテン龍神正也さんから、リクエストいただきました、スキマスイッチ全力少年お聞きいただきました。さあ、それではですね、今週のリクエストショーの発表を行いたいと思います。パンパカパーン、パーパーパーパンパカパーン、イエイイエイ、言わんとダメな。なんか変な音入ってる。ありがとうございます、ね、今週のリクエスト賞は、はい、野の中の銀の蛍さん。お、すごい、拍手おめでとうございます。おめでとうございます。これね、一応ね、
理由はあるんですけど、話すとこの曲聴けなくなるんで、うん、やめときましょうね。はい、はい、さあということで、今夜最後の曲はですね、ですね、人生送りバントさんから、リクエストいただきました、ケツメイシの桜、お聴きいただきながらお別れしたいと思います。はい、今日も野の中の銀の蛍さん、ちょっとストリーム総裁、猫の大吉さん、シュプリームさん、熊本バッテン龍神雅也さん、ブルガリさん、進撃のめいちゃんさん、ラスキチさん、恋するかっちゃんさん、人生送りバントさん、正勝宮城さん、刑事さん、メッセージリクエストありがとうございました。来週もよろしくお願いします。お願いします。ちょっとストリーム、この番組は株式会社チュラの光、アメク訪問介護センター、以上のスポンサーの提供でお送りいたしました。考えたら噛む。どんでもございません。ありがとうございます。ありがとうございます。今週もお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ね、総裁からもお疲れ様でした。ありがとうございます。ご利用ください。お、座布団3枚目ちゃうか。そう、最初から言うと3枚目なんですね。そうそうなんですよ。なのでね、ブルガリさんも今日ありがとうございました。ありがとうございました、ね、うん、盛り上げていただきました。はい、これ一発屋特集の時、タイムボカンシリーズの一発マンのオープニング曲リクエストするの。タイムボカンってやつ。ありがとうございます。今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。